LMG の調整、まあ、全体的な調整らしいんですけど、皆さん、あ、ついに LMG が弱体化されると思ってると思うんですけど、まだ油断してはいけません。これね。どうも皆様、こんにちは。グリードです。皆さん、ついに、コールド王に武器調整が来ます。本当に、一体、どれだけ、どれだけ待ったでしょう、この瞬間を。いや、本当、ありがとうございます。まあなんかね、もう、まあ、待ったけど、なんか、すごくいろんな武器のアップデートが含まれてるみたいなので、まあ、待った甲斐があったと、いうふうに言えるとね、いいですね。さあ、昨日ね、トライアーチスタジオがね、ツイートしてました。こちら、次のアップデートで、変更される武器の、種類ですね。LC10、AK-74U、MAC10、KSP、ミラノ、クリグ、FFAR、グローザ、マグナム、1911、RPG、LMG の調整と、あとランチャーのね、威力が多分上がるんでしょう。そのハードコアでのフラッグジャケットに対しての多分ランチャーが強化されますと。で、フルパッチノートは、来週の月曜日来るそうです。まあ来週の月曜日アップデートは来るとして、おそらく日本時間の、まあ、いつも通り火曜日の夜中とかになるのかな。さあね、かなりの間、コールド武器調整なかったですよね。ウォーゾーンはちょくちょく、なんか、ファーマスが強化されたり、AUG 強化されたり、XM4 強化されたりとか、結構調整入ってたんですけど、コールドはずーっとね、なくて、やっと来ましたね。さあ、まあ、上からこう見ていくと、まあ、LC10、これはどうだろう、弱体化になるのかな。結構、公開マッチではね、使ってる人が多いですよね。さあ、そして問題の AK-74U。こちらね、まあ、やっぱり弱体化来るでしょう。まあ、SMG の中で一番キルタイムが早くて、なおかつブレも本当に少ないので、まあ、アサルトライフルをね、遠距離でも中距離でも食えてしまうっていう点が、まあ、ずっとこの公開マッチでもそうですし、あと、e スポーツルール、競技シーンでも、かなり、まあ、言われてたので、多分弱体化来ると思います。AK-74U はその e スポーツルール競技シーンでは、本当にちょっと AR と比べてかなり強かったので、まあっていうのもまあいわゆるあれですよ、GA とかうんぬんでアサルトがほとんど消されてて、まあよりこう AK-74U の強さっていうのが、ね、目立ってた印象があります。まあおそらくね、まあ反動が増えたりとか、まあレートは変わるのかな、どうでしょうね。まあおそらく反動がすごく、増えるんじゃないかなと思ってます。さすがにね、ほんとブレ少なすぎたんで、まあ、タスクフォースつけた時のブレよりももっと増やしていいかなと思ってるんですよね、個人的には。なんか今までの SMG 過去作の SMG とかもっとね反動大きかったので、正直ね AK-74U は無ブレすぎる。はい、これはちょっと反動増やしてね、いいバランスにしてほしいなと思ってます。さあ次、MAC10 もこれなんか調整いるんですかね。なんか、なんだろう。そんなに気になる点はなかったんですけど。もしかしたら強化される強化されないかな。まあもしかしたら、まあブレが減るとかなのかな。ちょっとわからないですけどね。で、KSP。こちらね、まあ、公開マッチでもちょこちょこ使ってる人はいて、まあ確かにキルタイムは早いって言われてるじゃないですか。ただね、KSP ね、距離が離れると、やっぱりこう、2バースト、3バーストってかかってくるので、あとね、1バーストでもちょっと外すと一気にキルタイムが伸びるじゃないですか。だからほんと、エイムがいい人が使えば、ほんと強い武器なんですけど、1バーストでも外しちゃうとキルタイムが一気に伸びるから、そんなに調整いらないかなと個人的に思ってたんですけどね。どうなんでしょうね、これ。もしかしたら、1バーストの確率とか、のヒットボックスの大きさとか変わったりするのかな。で、ミラノ。まあ、これは多分強化でしょう弱体化されたりしたり、あと他の SMG が目立ってきて、本当に公開マッチでも全然使われてない印象なので、おそらく、まあなんか強化が入るのかな。で、クリグ6、e スポですね。競技シーンでもメイン武器として今使われてる、アサルトライフルですけど、まあおそらく強化でしょう。あれ、前回の、調整で確かクリグ弱体化されてたかな。まあ、これ以上クリグね、弱体化されたら本当に SMG とか、あと近距離の他の AR に対して厳しくなってしまうので、まあおそらく何かしらのね、強化が入るんじゃないかなと思います。FFAR もこれは強化ですかね。前回、前々回ぐらいでまた強化されたんですけど、まあそれほどね、脅威というか猛威を振るってないので、まあおそらくちょこっと強化入るのかな。で、グローザもおそらく強化でしょう。全然見てないもんね、これね。
まあ、僕もこれを武器はグローザに関しては僕も追加されたその日にしか使ってないような印象があるぐらいあんま使ってないですね。でマグナムと1911、これはおそらく、まあ、弱体化じゃないかなと思います。競技シーンでもねちょっと強すぎるっていう理由で使われてないですし、あとまああれですよね、デュアルハンドガンですね。本当マグナムのデュアルハンドガン特に近距離ね、まあ、2発同時撃ちできるんで、もうパーンですよ、パーン。もう1秒でパーンで倒してしまうので、まあその辺も調整来るんじゃないかなと思います。で、RPG ですね。ランチャー、その下の方に書いてあるランチャーの、調整。まあこれは多分全体的にランチャー強化でしょう。もう DM ウルトラの迷彩解除の時、もうすごくね、苦労したので、全然敵死なないの、これ。もう直撃じゃないと全然死ななくて、苦労したんですけど。まあこれはおそらく強化かな。まあでも僕、迷彩解除終わったんで、もう遅えよって感じなんですけど、これに関しては。まあでもこれからね、迷彩解除をする人はかなり楽になるんじゃないかなと思います。で、そして次、LMG の調整、まあ全体的な調整らしいんですけど、皆さん、あ、ついに LMG が弱体化されると思ってると思うんですけど、まだ油断してはいけません。これね、今までの COD 作品において、LMG が大幅弱体化したことってないんですよね。やっぱり LM じゃずっと強いんですよ、どの作品も。っていうのもやっぱりね、海外ってかやっぱ世界全体で見ると LMG の使用率ってそんなに高くないので、大幅な弱体化って今までされてきてないんですよね。本当弱体化されてもちょっとなんかね、射程が短くなったりブレがちょっと増えただけとか、まあそういうことが多かったので、まああまり期待しない方がいいのではないかなと思います。そもそもね、大幅弱体化されるような武器だったらもうすぐ弱体化されてるはずなんですよ、そこまでねやばいものだったら。なので僕はまだちょっと油断してません。まだ信じない。まだ LMG がそんな弱体化、大幅に弱体化されるっていうことはまだ信じずにいます。そして、フルパッチノートは月曜日、まあ日本時間の火曜日とかの昼とか夕方になるのかな。さらにコールドはなんか追加マップで小さめのガンファイトのマップとマイアミストライクっていう小規模の66のね、かなり打ち合いが熱そうなマップが追加されるので、そちら楽しみでありますね。まあでも今回このね、ここに並んでる武器たちを見て思ったのが SR がないんですよね。スナイパーがない。スナイパーないのちょっと意外でしたね。スナイパーのその、撃たれた時のひるみが今全くない状態なので、すごく強いと思うんですけど、そちらに関して調整がないのかな、これ。どうなんですかね。多分そのひるみが増加したりとか、調整が入れば競技シーンでも見られるかなと思ってたんですけど。まあやっぱり個人的に気になるのは、やっぱクリーグ6と AK74U ですかね。やっぱこれが競技シーンで使われてるトップ2なので、まあ競技シーンの武器環境もかなり大幅に変わるんじゃないかなと期待はしてます。特に 74U だね。AR はなんかコロコロ GA で消されたりとかしてましたけど、74U、SMG の人たちがね、この 74U が弱体化した中どうするのかっていうところはちょっと気になりますね。というわけで今回以上最新の武器調整情報でした。またね、何か新しい情報あったら動画にしたいと思います。まあ、こっからちょっと余談なんですけど、この前ね、ハセシングッピーとね、久しぶりにウォーゾーン、プレイしたんですよ。6時間近くプレイして、一度も勝ってなかったです。あ、1回ぐらい勝ったかな。なんかね、すごく変な死に方ばっかりしたんですけど、もうなんかね、配信お通夜状態でもう、ね、みんな死んでたんですけど、またちょっとリベンジしようと思うので、ウォーゾーンに関しては。昨日初めてね、海外のウォーゾーン強いプレイヤー見て、ちょっと勉強しました。なので、またリベンジ配信します。というわけで、お疲れ様でした。今日の動画良かったら、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。